スミスコロナ、または SCM コーポレーションは、アメリカ合衆国の熱転車ラベル、熱転車リボン、インクリボン等を製造する企業である。かつては、名の知られたタイプライター及び計算機メーカーであったが、1980年代中盤以降に、コンピュータによるワードプロセッサー対等の波を受け業績を悪化させ、現在は製品カテゴリーを、 熱転車関連商品に絞り経営している。19世紀末に販売されていたスミスコロナ社製タイプライター。カリフォルニア州ボギのゴーストタウンで。スミスコロナの由来は、スミスプレミアタイプライターカンパニーが初めて大文字と小文字を両方使用できるモデルを開発した1886年まで遡ることができる。同社は1903年の時点では、 ニューヨーク州シラキュースに本拠を置く LC スミスブラザーズタイプライターカンパニーと名を改めて経営されていた。これとは別に1906年にローズタイプライター社が初の携帯型のタイプライターを発売、1909年には社名をスタンダードタイプライターカンパニーと解消し、このスタンダードタイプライターカンパニーは1914年に発売した。 コロナモデルの成功を機にさらにコロナタイプライターカンパニーへ解消。オフィス用タイプライターを製作販売していた LC スミスブラザーズタイプライターカンパニー。そして携帯用を得意としていたコロナタイプライターカンパニーが1926年に合併しスミスコロナが誕生した。第二次世界大戦中はスプリングフィールド M1903 小銃などの消火器を製造。 アメリカ軍に供給しており、戦後はビジネスユースへの最適化に業務を集中させる。タイプライターの売れ行きのピークは戦後間もなく到来した。出力をより高速に行いたいという需要に応えるために1955年に電動タイプライターを開発。続けて1957年に世に出された電動のポータブルタイプライターは当初旅行作家やビジネスマンを ターゲットにしていたが、後に一般家庭にも広く受け入れられる商品となった。この新しい小型の電動タイプライターは、アメリカの高校生や大学生の必需品となってゆく。1958年には多角化を図って、マーチャントカルキュレーター社を買収するが、多角化の方針は、間もなく軌道修正されることとなった。1960年には電動によるキャリッジリターンを発明。 1962年には社名をスミスコロナマーチャントへと解消。SCM は1973年にカートリッジリボン方式を導入し、これにより長らく使用者を悩ませてきたインクリボン交換の手間を劇的に軽減することに成功。しかしながら1970年中央には安価でポケットサイズの計算機の登場により計算機市場は動乱機へと入る。 1985年にはすでにパーソナルコンピューターがワードプロセッサーとして広く用いられるようになっており、SCM も同社初のポータブルワープロ及び世界初のスペルチェック機能が付属した小型タイプライターを発売している。1995年、タイプライター製造の拠点をニューヨーク州コートランドからメキシコへ移転。同年には、 販売不振の継続により750名の解雇を発表し、その後間もなくして破産を発表した。1995年以来は小型の電動タイプライター及びタイプライターとワードプロセッサの消耗品の販売に業務を集中していた。2000年に再び経営破綻し、オハイオ州クリーブランドに全拠点を集中させたが、間もなくタイプライターの生産を全面的に中止。 タイプライター用インクリボンと熱転写の技術を活用し、熱転写用ラベル生産事業に転換した。ありがとうございます。